皆様こんにちは、ユニバーサルコインの西村でございます。大混乱がやってくるこれからの時代にどうやって生き延びるかということで、本日は約1年半前にやらせていただきました3ヶ月サロンというものがございます。有料という形になりますけれども、概要欄のところにまだございますので、ご興味ある方はそちらをお申し込みいただければと思います。本日はそのパートの一部を使わせていただきながらブログを書きましたので、朗読という形でまたお付き合いいただければ幸いです。大混乱がやってくるこれからの時代にどうやって生き延びるか、思考編。あなたは1秒も生きていない。突然何を言い出すんだと思うかもしれません。ただ尺度を変えると私たちは1秒も生きていません。人生が100年あったとしましょう。地球が生まれてから約46億年と言われています。波動というこの言葉の話をしていくと、この地球にも意識があって、その意識が宇宙の中で形を作り出してから46億年が経過したことになる。これは南 A. アシュタールさんという方の本に書かれている理論です。まあそれが正しいか正しくないかは別にしても、この地球の意識というものを今私たちの尺度である1年間だったとすると、私たちの一生約100年間というものは地球の意識からすると1秒にも満たない 0.686 秒です。ですから地球の意識からすると我々の尺度の1年間というものを今までの一生だとすると、私たちは地球の12月31日の夜中の11時59分59秒に生まれて1秒も持たずに死ぬ。ただそれだけです。一体何を言いたいのか、ちょっと待ってくださいね。もう少しお付き合いください。軸を変えます。私たちは今最先端の文明の中で生きています。そしてスマホを持ち、調べ事は Google 先生に聞けばある程度何でも分かります。移動は自転車、車、電車、飛行機、食は食べたいものは何でもあります。お金の余裕があれば酒、性欲を満たすもの、優雅なホテルの暮らし、ある程度何でも叶うかと思います。もちろん買えないものもたくさんあるかと思いますけれど、そんな便利な社会になったのはほんのこの100年150年くらいの話ではないでしょうか。特にここ50から100年の人類の進化であり、技術の発展というものは凄まじいと誰しもが言うことだと思います。しかしそれと同時に、この地球上では特にこの100年から数百年でこのように爆発的に人口が増えていきました。これは意識を持っている地球からするとどうなんでしょうか。もちろん地球上にいる生命体は人間以外にも多数の生物がいるわけで、それとともに共生している人間というものがおり、そのバランスというものは人間だけがこれだけ増えればそのバランスを失っていると考えた方が適当でしょう。また僕たちは人生が100年くらいしかありません。ただその100年の中で様々なドラマが繰り広げられていますよね。何度も恋をしたり、スポーツで青春をしたり、怪我をしたり、仕事でうまくいかなくなったり、旅行でリフレッシュしたり、こういった普段の生活をしていると思考をする時間軸というものは基本長くても数年や数十年、まあ基本的にどうでしょう、今週はとか今月はとか今年も残り3ヶ月ちょっとだねとか、まあそういった感じでしょう。そうなると100年以上先の時間軸といういわゆるこの物差しというものを持って思考するということがほとんどないかと思います。なので私たち近代文明というものがこの地球上でずっと続いていて、ずっと続く、進化し続けるものだというふうに思い込んでいるんではないかと思います。しかし果たしてそうでしょうか。もう一度先ほどの軸に戻してみましょう。地球からすると私たちは1秒も生きていないんです。それまでに途方もないことを地球は経験をしているわけです。さまざまな生命体が生まれては消え、隕石が落ちたり、地球環境が変わったり、時間軸をここ約2億年ほど前からにギュッと絞り込んでいきたいと思います。
例えば恐竜は2億3000万年前から6600万年前に生存していたと言われます。イコールこれは1億6000万年間生きていたということ。私たち100年の人生を160万回生きることができた時間を地球上の最大の生物として恐竜が君臨をしていたということです。もう一回言います。160万回ですよ。160万回。人類が生まれたのが500万年前というふうに言われています。そこから数えても100年生きた人が5万回繰り返して今があるわけです。さて、その5万回繰り返している人類はずっと進化をし続けてきたのでしょうか。恐竜時代1億6000万年間はずっと進化し続けていたのでしょうか。地球はその間何か大きな環境の変化というものはなかったのでしょうか。そのほとんどは私たちが知る術もない様々な変化がある中で、分かっていることの一つは海面上昇、海面の上下です。この海面上昇は10万年単位で上下していることが分かっています。これは地球の温暖化と寒冷化が約10万年周期で変わっているということが分かっています。ここからは考古学者も言わない持論ですが、海面上昇というものは寒冷期の地球上の山々にある氷河が一気に溶けて地球上至るところで大洪水を起こしていたという仮説が成り立ちます。ノアの箱舟などなど、旧約聖書はさまざまな宗教家の諸説に必ず洪水の伝説があるのはこのことではないかというふうに予想しています。もしこの仮説が正しければ、人類はそれぞれの集落から生き延びるためにその土地を捨て、食料を確保するために、洪水を避けるために集落ごとに人々が争いをしなければならない状態に陥っていたのではないかと思われます。それが人類が生まれてから500万年間ですから、10万年単位の海面上昇というものがあったとすると、50回もそれを繰り返していたということです。逆にですけども、その10万年周期というものがずっと続いていたとすると、恐竜は1600回もその海面上昇をくぐり抜けていたということになるわけです。今人類はずっと成長を続け、メッセンジャー RNA という遺伝子情報にまで手をつける技術を持ち合わせようとしています。この言葉は規定にちょっと引っかかりますので言及は避けますけれども、しかし今までの人類も恐竜も分かっていないものを含めたその他の生命体もずっと進化し続けた生命体なのはいないのではないでしょうか。宇宙の法則、物事には原理原則があります。それは成長があれば必ず衰退があるということ。海面上昇の周期で言えば今温暖化だというふうに叫ばれています。時間軸を少し大きく取れば逆に寒冷期に入っていくと、その節目だというふうにも言われています。まあそれも時間軸を10万年単位にするか1万年単位にするかでも見方は大きく変わってくると思います。ただいずれにせよ、今実際に温暖化になっていますけども、確かにこの数年数十年の単位ではです。しかしそれを数万年単位という単位に置き換えていった時に、地球の一つの節目になっているということではないかと感じています。感じていますとしたのは、まあ私にももちろん分かりませんし、学者にも誰にも分からないではないかということです。なぜならばこれらのほとんどは今までの実績というものとほとんどが仮説だからですね。しかしこの今後のことを理解をしている、予想できている人たちがいるのではないかと思います。だとしたら誰なのか、ダボス会議のメンバーしかり、この地球を統治している人はその何かを知っている可能性はあるわけです。まあダボス会議のメンバーはただ自分たちの利権や利己主義の欲だけで動いている気はしますけれど、今世間では盛んに食糧危機だ、温暖化だ、金融危機だなど危機を煽る報道が盛んだと感じます。
まあ、私が生きてきた44年間という短い時間でも相当その危機感というのは高い方だと思われます。そして世界中で起きたパンデミック、これから新たなパンデミックや天変地異などなど様々なことが予測をされていることが報じられていますよね。事実としてはダボス会議のメンバーも、足元日本の省庁も、先進諸国の人口はこのように減っていく、イコールそれは減らしていくということです。それは生き抜きたい人々にとっては大混乱になるわけです。だからこそ海面上昇の時を思い出すわけです。もちろん私経験したことはありませんけど、だからこそリアルな戦争というものが起きても何ら不思議ではないですし、天変地異も人工的に起こるのか何か違う力で起こるのか、まあ分かりませんけど、いつ起きてもおかしくはない。まさに大混乱の時代がこれから来る可能性が大きく、それは時代の流れからすればこの数百年で急激に増えた人口、それによって崩れたバランスを取り戻そうとする何かの力を見れば当然だというふうに思えなくもないですね。そして原理原則の成長があれば衰退がある。まあそんな分かるようで分からないような話の中で、しかし何か混乱期に入っているということを肌身で感じている人々が増えている今日この頃、どうやって生き延びるか、辞書で対策編として実際にお話をしていきたいと思いますけれども、内容に関しては有料会員様限定ということでお付き合いいただければ幸いです。